京都大学原子炉実験所助教の小出弘明さんです。小出さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は毎日新聞論説委員の池田明さんと一緒にお話を伺います。小出さん、こんばんは。はい、池田さん、こんばんは。よろしくお願いします。今日はまずこのニュースからですね。放射性物質で汚染された土の中間貯蔵施設の設置について、政府は福島県外を含め候補地を探していたはずなんですが、各地から反対が出て調整できませんで、7ヶ月後の期限までには作るということなので、これ以上遅れたら責任持てなくなるということで、福島県内の3つの町への設置を提案しました。しかし地元の反発で見通しは全く立っていないというニュースが伝えられています。で、最終処分場についても JNN の報道で、鹿児島県南大隅町といった情報も出ているんですけれども、まだ決まっていません。この最終処分場が決まらないうちに中間貯蔵施設だけが、検討し進んでいくという状況に関して、小出さんはどう思われますか？本当に呆れた話です、原子力というのはずっとこれまでもそうやってきました、とにかく今を乗り切ればいいというような姿勢でやってきたわけですし、もともとトイレのないマンションと言われて、ゴミの始末のつけ方も知らないままやってきてしまったのです、今回の中間貯蔵施設なんて言ってるものも、結局最終処分場が見つけることができなければずっと最終処分場になってしまうという、そういうことになりますので、住民の方が嫌がるのはもう当然のことだと私は思います。誰が考えてもなし崩し的にそうですよ ね、はい、全てがそのような形で動いているという、もうこれはもう国民がもう誰の目に見ても明らかな状態ですよ ね、はい、この1年ね、私から見るとそう見えるのですが、どうしてそれに皆さんがこれまで気がつかなかったのかなと思います。本当にそうですね、はい、それからもう一つ私ちょっと言わせていただきたいのですが、放射能のゴミというものは人間の手で消せませんし、自然にも浄化作用がないのです、でももうばらまいてしまったものですから、どこかに集めるしかないということは仕方のないことなのです、ただし、それを国の方は住民の土地にということで今進めているわけですね、私はもうそれがそもそも間違えていると思います、もともと今汚染と呼んでいるものは、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉の中にあった放射性物質です。もともと東京電力の歴史とした所有物です。それは東京電力に返すのが筋なのであって、本来は福島第一原子力発電所の敷地に戻すのがいいと私は思います。ただし福島第一原子力発電所は今現在戦争状態にありますので、多分難しいと思います。それなら福島第二原子力発電所の広大な敷地がありますので、まずそこを放射能のゴミの埋め捨て場にすべきだと思います、東京電力が嘘をついて福島県を中心に大変な人々に迷惑を及ぼしているのが今なわけで、その東京電力が自らは無傷のまま第二原子力発電所もこれから再稼働をさせるというようなことを目論んでいるわけで、とんでもないことだと私は思います。まずは自分で責任を取るということを東京電力がやるべきだと思います。はい、本当にそういった形で東京電力が責任を取ってほしいなと思うんですけれども、政府は今申し上げましたように福島県内の3つの町へ中間貯蔵施設を作るということで進めていくようなんですけれども、この中間貯蔵施設というものを作るために必要な条件ってのは一体何なんでしょう。どうすればできるだけ影響の少ない形で放射性物質を、中間貯蔵ですけれども貯蔵していくことができるんでしょうか。やるべきことは要するに隔離なのです、人々、あるいは他の動物もそうですけど、生命が存在しているところからできる限り隔離をするということしかできないのです。ですからなるべくコンパクトな形にして生命系に漏れてこないようにするということ、それだけです、やらなければいけないことは。ですからどこか場所を探してそこから
外に出ないようにするということをこれからやらなければいけません、うん、私はその場所が東京電力の敷地であるべきだと今聞いていただいたわけです、うん、保管の仕方についてですね、政府は特殊な容器に入れて保管するというふうに言ってるんですけれども、はい、もし施設を作るということになった場合には雨に当たったりしないとか空気にも触れないといったような完全に密閉できる施設が必要だということなんですか。はい、例えばこれまで原子力発電所から出てきた低レベル比較的放射能の汚染の少ない、ゴミというものはこれまで青森県の6ヶ所村に押し付けられてきました。ドラム缶に封入した上でそのドラム缶を地表に作ったコンクリート製の構造物プールのようなものですけれどもその中に並べていくと、そしていっぱいになったら蓋をして粘土で固めて土をかぶせるというのがこれまでの低レベル放射性廃物の保管方法でした、はい、でただそれをやったところで、地面に埋めてしまうわけですからドラム缶はいずれ錆びてしまう、そうすると中から放射性物質がいずれにしても出てくるだろうと、時間が経てば、じゃあ一体どれだけ重りをすればいいかというと300年ということを日本の政府は言ってきたのです。しかし300年後って皆さん想像できるでしょうか。もちろん私は死んでるし池田さんだって柴田さんだって亡くなってる、現在の東京電力の偉いさんたちもみんな死んでいる、民主党も自民党ももうないというそういう時代まで本当に埋めてしまって安全が保障できるかと言われてしまうと私はまずは無理だと思います。でもやらなければいけないという本当に困った事態に今私たちは追い込まれてしまっています。そうですね、いずれにせよその福島の人たちが背負わされた最悪っていうのはですね、はい、これはずっと背負い続けることになるんですよね。そうです、うん、つまり逆に言うとその今他のところにあるその原発の地元っていうところありますよね、はい、そういう人たちの一つの覚悟も問われるということになるでしょうね。そうですね、うん、原子力発電所を誘致してしまった、うんわけで、そこから出たゴミはいずれどこかに行ってくれるはずだと期待していたと、思います、うん、原子力発電所の立地市町村ですね、うん、でも本当はそんなことを期待してはいけなかったんだと思います、うん、原子力発電所を誘致したのであれば、うん、ゴミも受け入れるというぐらいの覚悟がなければやってはいけなかったことだと思うのですが、これまではこれも国が騙してきたのです。いずれ使用済みの燃料は再処理工場に送るから地元に残らないと言って嘘をついてきた日本の政府が諸悪の根源だと思います、うん、いやこの中間貯蔵施設の話なんですけれどもですね、はい、これは、300年も保管していかなきゃいけないということである程度 の、ね期間を保管するということになるんですが、この中間貯蔵とは違う、最終処分場、これは永久に処分するというふうなことになった場合に、はい、どんな施設が必要になってくるんでしょうか。はい、多分、現在の政府が考えているのは、6ヶ所村の永久処、永久処分場なのですが、すでに低レベル放射性廃物の永久処分場、そういうものをどこかに作るという、それが鹿児島県の南大隅町を今狙っているということだと思います。で、中間貯蔵施設というのは多分今の政府の計画というのはそこに運び出すまでの中間的だと言っているわけですから、はい、本当に埋めてしまうようなことをしたら掘り出すのも大変ですので、うん、ただただ望みにするぐらいのことを考えているのではないかと思います。でもそしたら周りに住んだりとかしたら危ないんじゃないですか。要するにもう私も大変言いにくいけれども、今後50年100年、うん、人々が帰れないという汚染されてしまった土地がすでに広大にあるのです。ですからそういうところに、政府はゴミをゴミ捨て場にしてしまおうということを狙っているんだと思います。もちろんそこにはもう帰れません。そういったところで中間貯蔵ということでしばらく置いといて、最終処分場を探していって、とにかく最終的に処分をしなければいけないということなんだけど、その見通しも立ってないということですか。はい、ということは本当に何の見通しもないわけですね。そうです。
わかりました。小出先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。